第3週目、1週間目の始め、1週間の始まりです。月曜日です、昨日まで春を飛び越して一気に夏が来たような陽気だったんですが、今日は一変して本当底冷えする1日となりました。今日は朝から会う人会う人交わす言葉は寒いですねという言葉なんですけれども、この気温の差が本当に激しいですから、どう体調を保っていいのか本当に対応しきれないなという感じで愚痴っていましたけれども、そんなこんなでも元気で皆さんにお会いすることができて感謝です。皆さん体調大丈夫ですか？油断禁物です。しっかり食べて十分な休息をとってくださいね。イブニングゴスペルご案内の中根美智子とマッキーとリーノです。寒いね。寒いです。本当に寒い、はい、私たちスタジオの中にいてもコート着てますけれども、本当に底冷えがする感じですが、皆さんのところはいかがでしょうか？ぜひ寒さ情報を教えてください。さあ今週1週間の天気見ていきましょう。今週は全般的に曇ったり晴れたりのようですが、金曜日土曜日が雨マーク、最低気温が15度、最高気温が20度ということですので、まあまあ寒いかなという感じですね。それでは、提供をマッキーお願いいたします。はい、イブニングゴスペル。この番組は言葉をテーマに、日常の言葉、ビジネスの言葉、聖書の言葉を通して言葉の力をお伝えします。 CTS 沖縄が FM ギノワのスタジオより生放送でお送りしています。皆様からのメールもお待ちしています。797@fmginowan.com までお寄せください。それではイブニングゴスペル、今日も9時までお付き合いください。それではここで一曲お届けいたしましょう。佐藤達彦さんで光が差し込めば。光が差し込めば全てが変わる。
伝えます。光が差し込めば全ては変わる。求めよう奴の愛、心の限り力ある御言葉を心に刻み、栄光輝く主を称えよう。続いてニュースです。東京都内でスギ花粉の飛散始まる。東京都は15日、都内でスギの花粉が飛び始めたと発表しました。過去10年の平均より3日早く、都は気温の高い日が続き、スギの花の開花が始まったためと見ています。次に、シロアムの池発見、聖書への疑いをやめるべき、クリスチャン作家が主張。聖書の歴史的な正確さを支持する考古学的証拠が次々と発見されています。そのような発見の一つが、イエス・キリストが目の見えない人を癒した古代のシロアムの池の発見です。この物語はヨハネによる福音書の中で、男性が目が見えない理由は彼自身の罪でも彼の両親のせいでもないとイエスが弟子たちに語っている箇所です。イエスは地面に唾を吐き、その唾で泥を作り、目の見えない人の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと命じました。キリスト教徒の作家エリック・メタクサス氏は、10年前にこの池が発見されたことによって、専門家の一部から上がっているヨハネによる福音書や聖書全体への疑念が消し去られるべきだと語りました。以上、ニュースをお伝えしました。ビジネスマナーのコーナーはい、ということで、エコーたっぷりですけれども、ビジネスマナーのコーナーです。先週に引き続き、今週も会話編でビジネス用語の使い方を見ていきましょう。毎週。毎週、先週に。先週に引き続き。はい。ということですが、では、では、はい、まずですね、どっちが正しいか答えてください。リーノからいこう、はい。窓口でお聞きしてみた方が、まあ、なんかこれ聞いてみた方がいいんじゃないのっていう言い方ですね。どっか、まあ、市役所行きました、はい。窓口で聞いてみたらどうですかっていう言い方ですね。はい、まず、窓口でお聞きしてみた方がという言い方と、はい、まあ、これをまあ言い方というか、これをどういうふうに言ったら正しい言い方になるでしょうか。はい、窓口でお聞きになってみては
あのほんまでっか TV じゃないんですけど、多いですね。あの発言する前に課金、はいどうぞ。窓口でお聞きになってみてはいかがでしょうか。はい、うん、なんか同じじゃないですか。窓口でお聞きになってみてはいかがでしょうか。まあ同じですね。窓口でお聞きしてみた方がっていうよりは、はい、あの窓口でお尋ねになった方が、お尋ねっていう言葉を使った方がいいですね。このお聞きしてみた方がという言い方は、うん、お聞きしてみてください。お聞きするっていうのはつまり、あの、まあ、私がお聞きしますっていう謙譲語なんですよね、うん、ですから相手に対してあの謙譲語を無理くり使わせている。無理やり相手をですね、あの押しとどめて、なんて言うんでしょう、へりくだらせているという状態なので、これはちょっとあまり良くないですね、うん、ですので、まあ、使い方としては、あのお尋ねになるという使い方、まあ、言葉を変えていった方がいいです、うん、でお尋ねになるという言葉はビジネスの世界でよく使います。例えば、社長が勇者をお尋ねになります、うん、といえば訪問するという意味ですよね、うん、これ尋ねるという意味は行くという意味がありますし、聞くという意味がありますね、はい、窓口でお尋ねになってみてはというと全然違う意味ですけれども、まあ、使い方あります。ですので相手に聞くという敬意を払っているという言葉を使う上で、うん、尋ねるというお尋ねになるという言葉をぜひ使ってください、はいはい、あと1個いきましょう。邪魔気はですね、はい、はい、上司に対して、社長歩かれて行かれますか、それとも歩かれて行かれますかっていうのと、はい、歩いて行かれますか、どっちが正しいでしょうか。歩かれて行かれ、歩かれ、歩いて行かれますか。はい、どうぞ。何でしたっけ、最後の方、歩いて行かれますか。はい、歩いて行かれますかが正しい。はい、はい、ピンポン、ピンポン。はいはい、ということで、そうですね、あの歩かれて行かれますか、いかにも正しい敬語のように聞こえます。ですけれども、もう使いすぎですね、うんうん、歩かれても尊敬語だし、行かれも選挙あの尊敬語だし、もう本当にあのグダグダです。こんなに使わなくていいと、まあ、歩くっていうのは動詞、あの動作ですので尊敬しなくていいんですね、うん、その人の。例えば何かこう、あの、まあ、パソコンを開くっていう時も、まあ、開くという言い方をするか分かりませんが、開かれるとか、パソコンは開かれる、尊敬されるものではないので物に対しては尊敬語いらないですよね。ですのでパソコンは開くで、まあ、動作として歩くっていうのも、歩かれるっていう言い方をしなくてもいいですね、うん、歩いて行かれますかっていう風に、まあ上司だからといってですね、たくさん敬語を並べれば OK というわけではありません。ですのでシンプルにかつ正しく相手を敬う言葉が使えるようにしましょう、ということで今日は以上2つの言葉を勉強しました。じゃあ窓口、役所に行ったらですね、どこどこで聞いてね、はい、リーノ復習しましょう、はい、窓口で、窓口でお尋ねになってはいかがですか。はい、窓口でお尋ねになってはいかがですか。そうなか、はい、では社長、はい、はい、歩いてって言って、社長歩いて行かれたらどうですか。違う、なんかひどい人、なんかひどい人みたいな、なんか社長歩けみたいな感じもうなんか車にばっかり乗らないで歩いたらどうですかという言い方になってるんですが、まあ、あの歩いて行かれますか、歩いて行くっていう時、歩いて行かれますか、歩いて行かれますか、はい、という感じでシンプルに尊敬して使ってください。以上、ビジネス用語のコーナーでした。続いては聖書の言葉、今日はヨハネの手紙第1、4章16節の一つの言葉を紹介したいと思います。ここにはたくさんの言葉が書かれているんですが、一つだけ、神は愛ですと書かれています。バレンタインデーは昨日終わりましたけれどもこういうバレンタインデーやらホワイトデーやら母の日や父の日や子供の日や
結婚の日や、まあ、いろいろありますけれども、まあ、お誕生日などですね、まあ、全ては、まあ、相手に対して愛をメッセージとして送る日としてね、与えられていますけれども、私たち人はやはり、まあ、この世の中見てもですね、愛がやはり必要なんですね、うん、ね、はい、あのラブソングたくさんありますよね、うん、どんなラブソング聞きますかね皆さん、リーノ最近ハマってるラブソングありますか？最近ですか、はい、最近でもないんですけど、はい、バックナンバーとか。あー、バックナンバー、月9の主題歌、なんか聞けばわかるけどタイトルではわからない。歌ってみる？あ、いいです、大丈夫です。無茶ぶりをする私に対してすごい目でいいですと言いましたけれども、はい、ということでですね、まあ、世の中のこの、歌、うん、を聞いて もう愛という表現ですね、はい、多いです。これを見てみてもやっぱり人間は愛を求めてるんですよね、うん、ある研究をされたそうなんですけれども、どっかの国でですね、ひどい研究がありました。子供に対して、抱っこしない、顔を見てミルクもあげない、そういうですね研究をした結果と、あとその逆、話しかけて目を見てミルクをあげてて愛情を注ぐ、この両方の研究をしたというですね歴史があるんですけれども、本当にひどい研究ですけれども、まあ、これを通して学ぶべきことがありました。愛情を本当に持って育てた子どもたちはとても本当にこう表現豊かで、愛を持ってこの、まあ、笑顔があったり、そういう育ち方をするんですけれども、このお母さんが抱っこもせず、ミルク飲む時にも目を見ず、話しかけもしない、本当一切話しかけちゃいけないというですね研究をしたんですね。そしたらですね、この赤ちゃんたちはもう本当に早々に死んでしまった、はい、亡くなってしまったという、生きていけなかったんですね。どうでしょうかというふうに考えると非常に重いテーマです、愛というのは。で現在です、まあ、いろんなですねニュースがあります、幼児虐待だったりとかネグレクト、幼児のこの育児をですね放棄するというですね、まあいろんなニュースが聞かれるんですけれども、そしてそうやって育ってきた子どもたちが親になっていく、やっぱり愛を知らずにそうやって育てていくわけですから、愛を教えることができない、やっぱり愛を受けたものが愛を譲っていくことができるんですね。ですのでこの聖書の中のこの本当にたったこれだけです、神は愛です、とても重要ですね。で、うん、神は愛っていうのは、わーっていうのはつまりイコールですよね、うん、神 is love なんですよ、うん、神だけ日本語で言ってしまいますけど英語でいいよって感じですけども、 God is love ですよね。だから神は愛ということは神イコール愛なんですよね。ということは、うん、神が愛ということで、愛は神なんですね。ですからこの愛を知るということは神を知るという同一の言葉です、うん、なので私たち人は愛がないとやっぱり生きていくことができない、そして愛を求めて生きている者たちです。ですからこの神は愛です。神様があなたを愛してくださる、そしてあなたを認めてくださるということを知るならば、もっと多くの幸せをつかむことができます。以上、聖書の言葉でした。それではここでもう一曲お届けいたします。佐藤達彦で忘れないこと。あなたがよくしてくださったこと、一つ一つ数えてみよう。あの時の痛み、流した涙はこの喜びにつながる。何もよくしてくださったあなたの計画、計り知れなくて、どんなにも感謝の心で続けても表しきれない。ただできることは何一つ
忘れないこと。達彦さんで忘れないことお届けいたしました。はい、先週から続けて佐藤達彦さんの歌をお届けしています。はい、ツイキャスでご覧の皆さんは歌が聞こえないんですよね。はい、うん、今日は聞こえます。あ、今日は聞こえてるんですね。はい、はい、ということで先週聞けなかったので今週もお送りしていますけれども、なんとなくこうおっとり、ほっとりですか、はい、ゆったりゆったりほのぼのっとする感じの歌声でいいですよね。本当に神様が送ってくださる私たちに対する恵み祝福一つ一つですね、まあ、数えるとキリがないという、まあ、歌なんですけれども、忘れず覚えようという歌ですね。はい、ということで今日ちょっと話題拾っていきましょうか。はい、先週ちょっと忘れちゃった言いそびれたことがあるんですけれども、はい、はい、チョコレートの歴史ですね。はい、はい、チョコレートの歴史、はい、どうぞ。ですよね。ですね。はい、チョコレートの歴史を遡ると、はい、紀元前2000年頃から見受けられるようで、はい、当時古代メキシコではチョコレートの原料になるカカオ豆はテオブローマ、神の食べ物と呼ばれ大変貴重なものとされていたらしく、食べ始めた頃はこのカカオの実の中にあったチョコレートの原料となるカカオ豆を覆っている、はい、うん、周りの果肉や繊維の部分を食べていたらしく、それがどのようにカカオ豆からチョコレートに至ったかというと、山火事が起きて、はあ、そのカカオ豆のいい香りと味を知るようになって、はあ、そこからすりつぶしたり栽培されるようになったそうです。はあ、それまでは食べていなかった、捨てていた。そうですね、周りを食べていた。はい、ということでチョコレートの歴史でした。勉強になりました。ありがとうございました。はい、では提供お願いします。はい、イブニングゴスペル、この番組は CTS 沖縄がお送りいたしました。 CTS 沖縄はインターネットクリスチャン放送フルーツブルートキャストを運営しています。フルーツはスピリットフルーツ .jp でご覧ください。イブニングゴスペル、そろそろお別れの時間です。では、はい、はい、次の番組を紹介を、はい、どうぞ。何でしたか。
次は幸運のキャデラックです。幸運のキャデラックです。どうぞお楽しみに。また来週。さよなら。